外がバレた上に教祖まで取り返されたっちゅか。相変わらず使えないっちゅ。うるせえ、もともとこそこそ変装するなんて柄じゃねえんだよ。そうっちゅね、ガサツな女に教祖の真似事なんて土台無理な話だったっちゅ。なんだろうな、その通りだが、てめえに言われるとムカつきと2割増しで聞こえるのはよ。仕事ができないやつのひがみっちゅ。こっちはちゃんと命令通りゲームキャラを生け捕りにしてきたっちゅ。ち、面白くね。捕まえたんならさっさとぶっ壊しちまえばいいのによ。なんで生け捕りなんてめんどくせえ。そういう命令っちゅ。何でも壊せばいいって単細胞だから、いつまでも下っ端から出世できないっちゅ。だからてめえが下っ端呼ばわりすんじゃねえよ。いた、見つけました。それだけ大声で喧嘩してくれてると探す方も楽でいいわ。うわっ、 またてめえらか。どうしてこの場所がわかった。派手な女と大きいネズミが出入りしている場所と町の人に聞いたら簡単に聞き出せたわ。ああ、コンパちゃん、コンパちゃんの方から会いに来てくれるなんて感激っちゅ。ネズミさん、ゲームキャラさんを返してください。返すっちゅ、いくらでも返すっちゅ、今すぐ返すっちゅ。バカ抜かしてんじゃねえ、この発情ネズミが。はい、そうですかとでも言うと思ったのかよ。思ってないよ。最初からお前たちをコテンパンにして取り返すつもりだよ。あなたたちは少々好き勝手やりすぎたわ。覚悟してもらいましょうか。覚悟すんのはてめえらだ。毎回毎回素直に負けてやると思うなよ。覚悟はできてんだろうな。このほら、任せてください。やりやがったな。やりました。クソガー。これでもプラネティウムの女神候補戦なんですよ。負けた、また負けた。コンパちゃんにぶたれたっちゅ。なんという快感。まあ、ざっとこんなもんね。この二人はいい加減自分の弱さを理解した方がいいです。大丈夫ですか？痛いこととかされてませんか？はい、私は平気です。ありがとうございました。あなたはプラネティウヌの女神候補生ネプギアです。ゲーム業界を救うために力を貸してください。ギアちゃん、いくらなんでも唐突すぎるですよ。いえ、わかります。あなたの中にゲームキャラの力を感じる。そうですか。私たちの力を使って世界を。わかってくれたんですか？それじゃあ。待って、教祖である地下の許可も得ないと。一度教会に戻って。待てよ、何勝手に話進めてやがんだ。あら、今日は珍しく逃げなかったのね。あんまりしつこいともう一度やっつけるよ。なめたこと抜かしてんじゃねえ。こっちにはな、奥の手ってもんがあるんだよ。それはゲームキャラのディスク。なんでそれを持ってるの？あ、そうなのか。こいつはな、尊敬する上司からもらったんだ。こいつの力で邪魔な奴らをぶっ殺してこいって言われてな。おお、
力がみなぎってきやがる。これだけの力があれば、そうっちゅ待つばかりの愛じゃダメっちゅ。コンパちゃんは力ずくでものにするっちゅ。パワーアップした。見ただけでもわかるくらいに。いくらパワーアップしたって下っ端は下っ端だよ。私がやっつける。なんだそりゃ。ひょっとして蹴ったつもりか。嘘、思いっきり蹴ったのに。蹴りってのはな、こうやってやるんだよ。うわー、日本一さん、ゲームキャラの力をこんな風に悪用するなんて。勝てる、勝てるぞ。てめえら、今日こそ年貢の納め時だ。ちゅう、コンパちゃん、コンパちゃん。はあ、はあ。いや、来ないでください。まずいですの。下っ端があんなに強くなるなんて。できれば逃げ出したいけど、すんなり逃がしてくれるとも思えないわね。やっとゲームキャラを助け出したのに。諦めないでください。 5PB、 どうしてあなたがここに。チカさんに頼まれたの。いざって時みんなを助けてって。そう、これ以上ない頼もしい援軍だわ。てめえは確かライブをしてた。何しに出てきたんだよ。のんきに歌でも歌う気か。うん、歌うよ。僕には歌うことしかできないから。そいつはいいや。ほれ、歌ってみろよ。せいぜい場の雰囲気でも和ませてくれよ。みんな、僕の歌を聞いて。間抜けな絵面だな。さて、これ以上茶番に付き合う義理もねえか。そろそろ。ん？ちゅう？なんちゅか？力が抜けていくちゅう。なんだよこりゃ。何がどうなってやがる。勇気が湧いてくるような。はい、なんだか今なら勝てる気がするです。あれ、蹴られたところもう痛くないよ。気のせいじゃないわね。これって 5PB の歌にはそういう力があるのよ。良きを助け、悪しきを苦しめる不思議な力がね。冗談じゃねえ。こんなふざけた歌なんかでやられてたまるかよ。みんな、お願い、私に力を貸して。犯罪者様のために頑張るっちょ。この角度ならパンツ丸見えっちょ。覚悟できてんだろうな。おりゃ、おら、私の番ですね。これでもプラネティウムの女神候補生なんですよ。やっぱりダメだった。チュー、やった。正義は必ず。正直かなり危なかったけどね。 5PB さんのおかげです。ありがとうございました。
きり避けられた。かなりショック。許してあげて。この子極度の人見知りなのよ。ごめんなさい。人見知りなのにライブなんてやってるですの？スイッチが入っちゃえば平気なの。でも普段はどうしてもダメ。難儀な性格ですの。でもおかげで無事ゲームキャラさんも助け出せたですね。本当に助かりました。なんてお礼を言っていいか。気にしないでください。悪いのは全部犯罪組織なんですから。しかもゲームキャラも戻ってきた。これでリーンボックスも少しはマシになるといいのだけど。さて、とりあえず教祖に報告に行かないとね。